予号第108潜水艦は、日本海軍の潜水艦、両百型潜水艦の9番艦。1941年の昭和16年度計画により、1942年4月20日、川崎重工業神戸造船所で起港。1942年10月26日浸水。1943年4月20日に竣工し、二島潜水艦に類別。同日、 サセボチンじゅふに編入され、訓練部隊である、第1艦隊第11潜水船隊に編入された。8月1日、南東方面艦隊第7潜水船隊に編入。11日、両108は、横須賀を出港し、16日に、ラバウルに到着。23日、ラバウルを出港し、サンクリストバル島南東沖に進出して紹介。9月16日、 ラバウルに到着。紹介中の1日、第51潜水隊に編入。23日、旅108は、ラバウルを出港し、フィンシュハーフェン周辺海域に進出。30日、輸送船団を発見するも、攻撃できなかった。10月3日夕方、南易07度40分統計148度06分。 何7.667度統計148.100度、マイナス7.667、148.100のワードフンと三崎北方で推進機をとと、ソナー音を探知し、付近を紹介。この音源は、付近を紹介中のベーク地区間ヘンリーとリード、スミスのものだった。1 0 8は先行したまま相手に気づかれる、ことなく射点につき、魚雷4本を発射。 スミスは接近する魚雷3本を発見し、1本が左舷側450メートルの位置を、1本が右舷側183メートルの位置を通過していくのを確認した。ヘンリーも魚雷2本を回避したが、1本が左舷1番艦室に命中。光りにより艦が破壊されたヘンリーは放棄され、1829に船体が分断されて沈没した。 それから7時間の間、リードとスミスは爆雷攻撃を行うが、両108に被害はなかった。11日、ラバウルに到着。12日、ラバウル空襲を受けるが、先行して難を逃れた。23日、両108は輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、スルミに向かう。24日に、スルミに到着し、輸送物資を下ろした後出港。 26日、来周辺海域に進出して紹介。11月9日、ラバウルに到着。20日、輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、スルミに向かう。21日に、スルミに到着し、輸送物資を下ろした後出港し、マーカス岬周辺海域を紹介する。12月4日、ラバウルに到着。14日、輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、 するみに向かう。十七日、南位零四度二十八分統計四十七度二十二分、南位4四六七度統計十七点三六七度、マイナス四四点六七百四十七点三六七のロング島南東沖合を、浮上構想中、プビーカタリナに発見されて、攻撃を受け、損傷。急速先行で何とか振り切ったが、輸送任務を中止して反転し、 ラバウルに戻った。12月20日、ラバウルを出港し、1944年1月1日に佐世保に到着して、修理を受ける。3月1日、第7潜水戦隊は、第6艦隊所属となる。7日、修理が完了した、両108は佐世保を出港し、16日にトラックに到着。18日、トラックを出港し、 アドミラルティ諸島北方沖に進出して紹介。29日、トラックに到着。20日、高潜水部隊に編入。4月12日、両108はトラックを出港し、トラック、方沖に進出して紹介。5月3日に、トラックに到着。16日、両108は、アゴ作戦のためにな三回戦に向かうべくトラックを出港していくのを最後に、消息不明。 アメリカ側の記録によると、18日、米軍は、ナサン海戦の存在を暗号解読により認識したため、米護衛駆逐艦イングランド、ジョージ、ラビーの山隻からなる、対戦部隊が向かった。26日2303、マヌス島北型沖を紹介中、ラビーが 14km 先の交点を、レーダー探知。イングランドも続いて、レーダー探知した。 2314、3700メートルの距離に接近したとき、11ノットで北東方向に向かっていた目標をレーダーから見失ったため、相手が潜水艦であることが分かった。2319、イングランドは1500メートルの距離で潜水艦をソナー探知。ラビーは、深度46メートルにいる潜水艦に対し、 震度76メートルに設定した爆雷を投下。潜水艦の速力を3ノットに下げることに成功した。2323 23、イングランドはヘッジホック24発を投下。それから11秒後、4回から6回ほどの爆発音を聴取。その後、連続した小爆発と潜水艦が沈んでいく音を聴取した。翌朝、現場海域には、 潜水艦のものと思われる破片と重油が漂っていた。舞台は、木製艦板の破片、クロノメーターケースの破片、コルク船二つ、多数の断熱材を回収した。これが、旅108の最後の瞬間であり、艦長の小針艦一隊以下乗員53名、全員戦死沈没地点は、マヌストゼーゼアドラー湾北方110階に地点付近。 南イ0度32分統計148度35分、南イ0.533度統計148.583度、マイナス0.53348.583。6月25日、アドミラルティ諸島方面で防止と認定され、8月10日に除籍された。撃沈総数は一隻で、撃沈トン数は1590トンである。 ありがとうございます。